はい、今日2番目の、ゲストはですね、レビー小体型認知症家族を支える会会員のキラリスト応援団金子節子さんをお招きしております。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、またまた耳慣れない言葉が出てきました。そうですね、レビー小体型認知症、よくアルツハイマーっていうのは認知症って聞きますけど、そうですね、どんなものなんですか。うちの主人がですね、はい、去年の春頃からその病名をいただくことになりまして、はい、でそれまでは私も家族も全くわからなかったわけですけれども、まず体の節々がこわばりが起きてきて、はい、手足がしびれてくるようになって、つま先立ちするようになり、うん、そして体が歪みと、なんだろうこれは、まあ、パーキンソン症状のスタートからだったんですが、はい、それから全てのものが揺れるようになり、うん、私がどうもこう3人くらい見えたり、人が影武者が見えるようになり、はい、パンくずのこう落ちたものが虫に見えたり、黒いハンガーが蛇に見えたりっていう、そうですか。予備知識がなかった時には動揺もしたし、もう気が狂ったかと、うん、家族の方が動揺して、うん、もうトゲトゲする家族のコミュニケーションだったんですが、はい、やっと2年ほどかけてたどり着いたのがこのレビー小体型認知症。まず原因が分かったんですね。そうですね、はい、まあ、脳神経の細胞が壊れていくことによって、はい、まあ、異常タンパク質がたまることも含めて、いろんな70種類くらいの原因がありそうですが、特定された原因っていうのが、はい、主人の場合はこれというものが未だなく、はい、まあ、難病の一つになっているようですけれども、レビー小体というものが脳にたまることによって起きるというのを小坂先生という方が発見されて、そして専門のお医者様でもこの病名にたどり着く誤診と言ったらいいんですかね、プロの方でも正しいこの病名にたどり着くことが事例も少なく難しいとも聞いています。でそんな中で私は夏にですね、本当に調べまくって調べまくって、うん、この先不安、どんなその命はどうつないだらいいんだろうっていうところ、はい、家族は何をしたらいいんだろうって、うん、でその時にインターネットで出会ったのがこのレビー小体型認知症家族を支える会という、うん、代表宮田真由美さんがやってらっしゃるんですけれども、はい、その方との出会い存在があって、毎月1回会話させていただき、家族として何ができるか、本人がどのようにその不安を少しでも安心に切り替えて、うん、この病気と仲良くしながら付き合っていけるのかっていうことを小坂先生ドクターの立場からもアドバイスいただけますし、うん、介護する側からのアドバイスもいただけますし、患者さん同士家族同士も、あ、自分のところだけじゃなかったのねっていう安心感もあって、横の絆もできそうで、うん、この家族を支える会と出会ったことで、まあね、救われたっていうのが一言でした。なるほどね。でも今まだ真っ只中ですよね。真っ只中ですよね。そうです ね、ご主人が今その発、はい、発症して、ね、でも明るいんですよね。そういうふうに見えないですよね、金子さん。ありがとうございます。明るくて、でもキラリスト応援団っていうことなので、はい、やはりそういう中でもどうキラキラ輝いていくかということも先ほど ね、お話聞かせていただいたんですが、はい、まあ、誰もが、まあ、宇宙の創造主の、はい、まあ、神様という存在があるとしたら、神の子として命をこの世でいただけた、はい、でこの肉体、借り物の肉体を通してこの命をどのように輝かせて、帰るところへ帰るのかっていう、この器を借りた時に、はい、この器に故障がたまたま起きてしまったと、うん、だけど輝かせる命はもともとあるわけだから、はい、どんな状況でもその時できる精一杯の輝かせ方を分かち合って楽しんで助け合ってっていうことがなんか基本かなと思っていて、なので世の中が少しでも明るくなるような希望の星になれる存在、うん、夢の原動力になれる存在の人が増えたらいいなと思って、キラリスト応援団をさせていただいています。だからこのたまたま主人に起きたレビー小体型認知症、はい、この症状を病名いただいている方が日本でも40万人から50万人いらっしゃる。そんなにいらっしゃるんですか。だから隠して引っ込んでいる人生も一つですけど、はい、それをオープンにしながら
社会的認知度を上げながら、うん、プロの人たちの基準値も上げていただき、そして影響を及ぼす方々のなんていうんですかね、認識度が上がることによって怯えることもないし、うん、はい、お薬とも医療機関とも上手にパートナーとしてお付き合いさせていただきながら、はい、輝かせる命は その状態であってもなおできるっていうことで、みんなで応援し合いながら行きたいなと思ってますので、私は家族をね代表する一人として今日はここに来させていただきましたけど、みんなでどんな状況でも生き抜いていきましょうって、その生き様をね、はい、磨いていきましょうというのが一番のメッセージでしょうか。あ、皆さんに勇気与えますよ ね、 そうですね、この話はね、はい、今のお話を聞いてて、その自分の環境、例えばほら乙武さんとか五体不満足、そうですね、やっぱ彼なんかも、ね、僕がこの逆の立場だったらどうだったのかなと思ったんだけど、はい、でも彼の本を読んだ時に、やっぱ母親がね生まれてきた時にどう関わったか、まあ可愛いっつってこうやって受け入れたんですよね。そうなんですね。あの本を読んだ時に、ああすごいなと思って、悲しむんじゃなくて受け入れたでしょ。受け入れるということなんですね。うん、そうですね。で今金子さんの話を聞いててね、なんかそれをちょっと今ふっと思い出しました。はい、本当に素敵な笑顔で、具体的にはじゃあどのようにそのキラリスト応援団としてどのような活動をなさってるんですか。日頃はですね、はい、いろんなコンサートですとか、映画の上映会とか、はい、愛に触れたり、その夢の原動力になるようなメッセージ性のあるものを世の中に発信するイベントプロデュースを通しながら、人々と楽しんだり分かち合ったり、コミュニケーションを高めたり、総合的な人間力アップの活動イベントを通して応援し合ってる。で、なりわいとしては長らく人材教育の世界で、まあ、一期一会ということをテーマに、その人らしさが発揮できれば、組織団体プロジェクトで達成したい目標目的があるとしたときに、個人が輝くことの集合体でビジョンも輝く、うん、達成度も輝くっていう、うん、はい、そういう意識改革のトレーニングをずっと やらさせて20年ほど携わらさせていただいていましたので、はい、そういうことがやっぱりそのなりわい仕事を超えて、やっぱりライフワークというかライトワークというか、使命、命の使い方からできたら天命、天が喜ぶ、神々が後押ししてくれるような魂の燃やし方を一緒にしていきましょうよっていうことを、まあ、ワークショップとかセッションとか、はい、あるいは個人的なセッションも含めて、キラリ塾、金子塾でこのところやらさせていただいてましたが、そういった枠を超えてですね、一人びとりのなんていうんですかね、応援団主婦というの立場もありますし、家族の中で、学校の中で、地域社会の中で、一人一人が大会の中の一滴一滴の輝きを出せたら、大会の大きな光になれるかなと、愛と光のメッセージをこれからも発信していきたいなと思っています。一人じゃないよっていうメッセージを ね、発信していただいているように思うんですが、やっぱり人と人との絆が大事だってことをね、金子さんおっしゃってるように思うんですけれど、分かち合うってことが、お互い差し出し合うというか、そうですね、そこがこれから大切な一つになっていくんじゃないかなと思っています。そうですね、はい、でも本当に今の、ね、今日たまたまゲストで出ていただきましたが、はい、この、病気に、ね、なられた方、もしくはご家族の方にね、まあ、継続的にね、こういうお話がこうやって情報がね伝わっていったらね、いいなと思いますね。そうですね。家族を支える会そのものが、はい、キラリスト応援団の存在じゃないかなと思ってるんですね。だからこれを作ってくださった、そして今を運営してくださってる方々に感謝したいですし、まだ未知で一人で抱え込んでたり、家族でね、隠していたりって方ももし世の中にいらっしゃるとしたら、オープンでいいよって、正直に出し合って助け合っていきましょうってことを、このレビー小体型認知症家族を支える会を社会的認知度上げていきたいなと、応援団として存在してるよってことを会員側の私からもできることの一つとして今日は来させていただきました。一人でね悩んでらっしゃる方がもしここにいるとしたら、どこにどういうふうにお問い合わせしたらよろしいんでしょうか。
ここに、はい、まあ、本もあるんですけど、レビー小体型認知、レビー小体型認知症、はい、家族を支える会、インターネットでも出てます。インターネットで、あ、そうですか、はいはい、レビーというのはカタカナ、そうですね、小体型というのは小さいに体に型と書くんですね。そうですね、レビー小体型認知症家族を支える会でご検索ください。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。キラリスト、金子節子さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。